北見工業高校シートノックを始めてください。時間は7分です。本日の第2試合1回戦、北見工業高校対札幌大谷高校の試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻北見工業高校、三塁側1番センター加藤君、失礼いたしました、1番センター小野瀬君、センター小野瀬くん、2番キャッチャー加藤くん、キャッチャー加藤くん、3番レフト大留くん、レフト大留くん、4番ショート辰崎くん、ショート辰崎くん、5番ライト田中くん、ライト田中くん、6番ファースト倉田くん、ファースト倉田くん、7番ピッチャー松田くん、ピッチャー松田くん、8番サード星名くん、サード星名くん、9番セカンド川野くん、セカンド川野くん。対しまして高校札幌大谷高校、一塁側1番センター大野くん、センター大野くん、2番ショート小関くん、ショート小関くん、3番ライト佐野くん、ライト佐野くん、4番キャッチャー翔太くん、キャッチャー翔太くん、5番サード佐藤くん、サード佐藤くん、6番セカンド越山くん、セカンド越山くん、7番ファースト中川くん、ファースト中川くん、8番レフト澤田くん、レフト澤田くん、9番ピッチャー阿部くん、ピッチャー阿部くん。なお、この試合の審判員は、球審、武藤、塁審、一塁、小林、二塁、川村、三塁、小田、以上4種でございます。試合開始まで、今しばらくお待ちください。
幌大谷高校、あと2分です。